アナウンサー。小学生時代、開け、ポンキッキの体操のコーナーに出演。國學院大學久我山高等学校を経て、東京女子大学文理学部数理学科卒業後、2005年アナウンサーとして、NHK に入局、松江と仙台で勤務して退職。NHK の在籍期間は4年間だった。地上デジタル放送推進大使を務めていた初任地、松江局では、2007年度に行われた NHK 地域応援キャンペーンの関連番組ワースト脱出大作戦において、あるインターネットポータルサイトにおいて行われた調査で、日本一位がわからない県とされた島根県の汚名を返上しようということで、その脱出請負人となり、1年間地元の人たちや全国の島根県人と協力して取り組みを行った。しかし転勤となり、以後は、仙台局の通常業務の合間を縫う形での出演となった。2008年6月14日に発生した岩手、宮城内陸地震では、翌朝の当番勤務だったこともあり、NHK ニュースおはよう日本拡大特番において、仙台局のスタジオキャスター担当として、地震に関係するニュースを全国へ伝えた。その後は、被災地へ赴き、宮城県内で、最も被害が大きかった栗原市の市役所前から被災者向けに生活情報などを伝えた。2009年3月末、NHK 公式サイトアナウンスルーム及び NHK 仙台放送局の公式サイトより中村愛自身のパーソナルデータが消去された。長く消息不明の状態であったが、2012年4月18日、かつての職場が始めたラジオの新番組、5時だっちゃ。に、だっちゃ通信員として出演し、以下の近況を明らかにした。寿退職であったこと結婚により、伊沢姓に改正したこと震災から数ヶ月後に、子供を出産したこと仙台市に住んでいることその上で、仙台の保育所事情などを語った。またそれまでの間にも、東京や大阪で、フリーアナウンサーとしての活動を行っていた模様で、妊娠中の2011年2月には、ロータリークラブの地区大会で司会を務めたことが、ウェブで公開された東京八王子ロータリークラブの開放で確認されている。ありがとうございます。